声出しますと、うん、で大きい声で言っていただいていいですかっていうのもすっごい聞こえたんですよ、うん、はい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 、でも多分ですけど、うん、もうその、うん、確認上全員聞こえてるぐらいの大きさになってるんですよ、まあまあけどやっぱ老夫婦じゃないですか、長いもんね、はい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 、そし、まあ、たらもうみんなそのおじいちゃんとおばあちゃんの確認作業がすごい気になってくるんですよ。こうやって声が大きいから、はい、何買ったはるんか、買うんかとか。で、誰に何送ってんのやろとか。そうそうそう、になってくるんです。だから、おじいちゃんが、まず最初に、こちらの一番は、こちらの住所でよろしいですかって確認の人が言ったら、はい、おじいちゃんがゆっくり言って、はい。大丈夫ですっていう。はいはいはい。はいはい。はいはい、まあ、一番は大丈夫だから。二番の、こちらは、この住所でよろしいですか、うん、はい。すっごい間があって、あっちかったかな。ほら、見たら、なんか、番号をこう、札をおじいちゃんがこう確認してるんですよ。はい。どうしたのかな、どうしたら。二番から、6番は、もう、お亡くなりになったので、もう結構ですって言うたんですよ。どういうことですか？だから、札はいっぱい取ってたけど、住所の確認と人の作業したら、ようよう考えた。